はい、今ですね、東武日光駅に着きまして、今からですね、世界遺産の日光東照宮に行こうと思います。かわいいバスだな。あ、何これ、日本一の水。飲めんの？飲んでいいんだ。ちょっと危ないけど、日本一の水だって。飲んでみようかな。で、また5分でバス来ちゃうんだよな。そう、バスに乗っていくんですよ、今から。世界遺産巡りっていうね、やつに乗っていくと、日光東照宮ですけど、この色良くない？この色、めっちゃ好きなんだけど、おしゃれで。ちゃんとバスが来るかな？あと5分で。こんな感じ。いいですね、雰囲気も。素敵。写真撮ります、後で。水も飲みます。世界遺産の日光東照宮の方に来ております。人はね、まあ、平日なんですけどまばらにいまして、で今あのお守りを買ってきました。今年の12月に子供が生まれるので、それの祈願をしてお守りを買ってきました。この辺はあのすごい高い木、あの杉の木が多いですね。夫婦杉とか親子杉とか、あの2本こう生えてるんですね。そこもそうですけど2本、あそこも2本、日本ということでね、あの夫婦のこれからの夫婦円満のところにも一応お参りしてきました。で今からですね、あちらの方に向かっていきたいと思うんですけど、ちょっとね、映えスポットがたくさんありそうなんで、その写真とか撮りたいなと思います。これ何やってんだ。これちょっとなんか綺麗じゃないですか。鬼滅の刃の甘露寺、蜜璃の髪の色ですね。というわけで今日光東照宮に到着しました。で今この五重塔で写真を撮ってたんですけど、めちゃめちゃかっこいいじゃないですか。でも実は五重塔って5つ重なってるんだけど、中はあの空洞なんですよ。なんか筒抜け、天井は。なのでこれは実は1階建てというね、トリビアかなんかで、いつだっけな、違うな、なんか雑学でやってましたけどね。でね、この今こう歩いてきたんですけど、苔たちがねすごい綺麗に生えてて、持って帰りたくなっちゃったんですけど、あのカエルとかね飼いたくなっちゃいますね。あの苔ができるのも結構時間かかるんで、あのぜひね来た人が見てください。天気がね、昨日まで雨だったんですけどね、めちゃめちゃ晴れて最高です。でね、あのチケットなんですけど、この拝観料っていうのがここ世界遺産なんでかかっちゃうんですよ。でね、1300円です1人で。なんか、美術館みたいなところセットだと1人2100円です。で一応調べてみたんですけど、そういう割引があるのかみたいなはなかったです。あの団体割引か、あと障害者手帳の割引しかなかったです。だから1300円は、まあ、自動的に払わなきゃいけないということで覚えておいていただければと思います。じゃあ中に入ってみたいと思います。はい、今ですね、この日光東照宮の中の今そこに眠り猫っていうのがいて、あの有名なやつですね。来たことある人は分かるかもしれないですけど、でをくぐって徳川家康公のお墓があるところまで行ってきました。であの階段が207段あるんですよ。で結構高いんですよ。それをマスクをつけて行くのはかなりしんどいですね。僕まあ汗かいていい、ちょうどいい運動ぐらいですけど、女性の方は本当に気をつけてください。僕のちょっと奥さんがかなりぜいぜい言ってて苦しそうだったんで、荷物も重いですしね、あのロッカーとかがないんで、駅にはあったけど700円するんですよ1日。ちょっと高いなと思ってケチったのがちょっと良くなかったですね。かなりかわいそうなことをさせちゃいましたけども、まあ、こんな感じです。ここから1300円払った甲斐ありますよ。これやばいでしょ。でこの装飾ね、これ野ざらしになってるんですよずっと。でこの修理をするのにも、まあ、何十年に1回はしなきゃいけないんですけど、色のねこの出し方っていうのが独特でめちゃめちゃ難しいらしくて、でやっぱ定期的に手入れしないといけないんですけど、まあ時間がかかる、4、5年かかるんですよ全部やるのに。これが眠り猫。この眠り猫っていうのは、あ今からね、あそこのバスガイドさんがね、
言ってくれるかもしれないですけど、あれ門番らしくて、ネズミ一匹通さねえぞ、耳もピンと立ってて目がつり上がってて、眠り猫とは言われてるけど実際寝てないと言います。でその門をくぐると裏側には、ね、スズメが飛んでて、そのスズメがいるっていうのは猫が寝てる間しか遊べないっていう、そういう皮肉もこもってるらしいです。結構この小学生が修学旅行とか校外学習で来てますね。勉強していって偉いなと思います。というわけでですね、今回は、江戸じゃねえや、日光の、なんで俺今江戸って言ったんだろう、江戸じゃねえ日光は大丈夫かこれ、日光を旅行してきました。あそこからねぐーずーっとね歩いてきて、やっと今ここで、で今こっち着くと行くと日光駅が来ますので、特急で帰りたいと思います。東京からもね意外とね2時間かかんないぐらいで、すごい小旅行にはめちゃくちゃいいなって、日帰りもできるしおすすめです。でなんといってもね、ああいうところに水飲み場があって、自由に飲んでくださいと、湧き水なんですけど自然の、すごい助かるし、なんか東京にいるとね水道水もあんまりちょっとこううんって感じで買ったりするじゃないですか。でこの辺に住んでたら水代はとりあえずタダだなと。もしかして水道水も飲めるよね、多分ごくごくね、安そうだし水道水という感じで思いましたけども、今こんな人公園に来て、でトイレがあるんでちょっと奥さんがトイレ入ってますけど、で僕ねこういうね話変わるんですけど、こういう和菓子が大好きで、ちょっと店主に勧められてこの自作のあんこね、買いました。ですごいサービス良くて、生羊羹っていうのも買ったんですよ。めちゃくちゃ美味しかった。水羊羹みたいな感じでしたけど、ぜひまた栃木来た時は日光知らない人は絶対来てください。めちゃめちゃおすすめなんで、なんか気分がめちゃくちゃ良くなりました。なんかパワースポットで徳川家康のとこお墓行ったんですけど、あそこでねパーンなりましたね。もう結構でかい、あそこは強いパワーあるんで、なんかに落ち込んだ人はね来てください。本当おすすめですんで、あとはこの団子ね食べたい人がいたらぜひ食べてみてください。値段はね420円だったかな、うん、めちゃめちゃ美味しいと思ってます。それはまた、違う動画でお会いしましょう。バイバイ。